エイブルトン認定トレーナーのアキムです。今日の話はこちら、エイブルトン公式サイトの使い方ですね。ライブ本体の話ではなくて、今日はちょっとサイトの方の話をしてみたいと思います。なんでこんな話をするのかというと、何か困った時、もちろん困らないように、僕のような動画を上げている人、あるいは他の、ブログ、僕もブログ書きますけど、ブログだったり何だったりでエイブルトンの使い方を発信している方、いろいろいらっしゃいますが、最終的に、どこでも見つからない場合、あるいはそもそも、既に解決策が提示されている場合っていうのは、エイブルトン.com、公式サイトに、訪問すると、開くと、どうにかなることも多いので、これを一応ちょっと話をしておこうかなと思います。じゃあまずブラウザを立ち上げて、今 Firefox 使ってますけど、何でもいいですよ。Chrome だろうが、今はなんだ、Edge とか、そういうのでも大丈夫です。行きましょう。で、こんな感じですね、今。収録時はこんな感じのトップページが表示されます。で、今も言いましたけども、公式サイトを、開くっていうのは、どうなるか、どういう時かというと、一番多いのが問題解決のためですかね。自分の、機材的な問題、あるいは、エイブルトンライブの、使い方的な問題っていうのと、もう一つ、問題解決が多いとは思うんですが、もう一つありますね。インスピレーションが欲しい時、何かのひらめきのきっかけ、なんて言いますかね、刺激が欲しい時ですかね、にエイブルトン公式サイトを訪れると、何らかの、ものがインスピレーションが得られることが多いかなと思います。もちろんインスピレーションは四六時中、この世界にあふれてますから、どこで得てももちろん問題ないですよ、ないんですが、例えば車のクラクションを一発から曲を思いつく場合もあるでしょうし、電車の中の、人の会話から、会話といいますか、話もね、雑音から雑踏の音からひらめくこともあるとは思いますが、ひらめいた時にどうするかなんていう解決策的なものもちょっと載ってたりしますね。でまず問題解決の方からちょっと話をしてみると、一番多いのはライブを学ぶですかね。ライブの使い方、次にプッシュの使い方、これをちょっとまず見てみようかと思います。そのまんまですね、ここプッシュを学ぶっていうのもあります。で、トップページ、ぐーっとスクロールしていくと、ここに一覧、その他一覧っていうのが出てきますね。でここから行くこともあります。でさらにもうちょっと下がると、エイブルトンのもうことを、ないと言いますかね、内情じゃないですけど、内情はちょっと違いますけど、エイブルトンのちょっと行っている活動だったり、会社なんでね、会社についてだったり採用情報についてだったり、法的情報っていうのもいろいろ出てますね。で、このニュースレターに登録、これ、してない人はニュースレターに登録するといいと思います。ことあるごとに、メールが送られてきまして、そこに問題解決、あるいはインスピレーションの手がかりがあったりしますんでね、これおすすめします。ニュースレターに登録ですね。でさて、ちょっと話戻しましょう。プッシュを学びたい、あるいはライブを学びたい。その時にはどうするかというと、ここですかね、チュートリアル。ここからライブを学ぶ、プッシュを学ぶ、いろいろ出てきます。ビデオも、たくさんありますね。エフェクト関係の、デバイスですね、のチュートリアルビデオもいっぱいあります。で、少し前までですね、英語ばっかりだったんですね。英語で喋ってて、字幕も英語っていう、英語が苦手な人には大変な環境ではあったんですが、エイブルトン JP 頑張ってくれてますね。今
日本語字幕が出るようになりました。ありがたいことですね。例えばこんな感じ。Hi, I'm Laura, and one thing I like to do is randomize effects. 出てますね、下に字幕が。もし出てないよっていう場合はですね、この YouTube、埋め込まれてる YouTube のここ、ここを押してもらえるとですね、字幕が表示されます。さらに、もう一つ、設定で字幕から日本語、英語、自動生成の英語、自動生成っていうのはあれですね、そのプログラムで勝手に文字起こししてもらえるものですね。あと、まあ、ドイツ語、まあドイツ製なんでドイツ語とか、英語はこれ字幕ちゃんとつけた方ですね、が表示されるように、選択できるようになってます。もしうまく表示されないっていう環境の人は日本語を選んでこの字幕ボタンを押すとちゃんと字幕が表示されますので、これもちょっと試してみてください。今ちょっとワンシンクって別のビデオ出しちゃいましたけど、ライブを学ぶだと、こんな感じですね。プラグインの使い方、もう、超初期の、初期といいますか、最初の段階ですね。オーディオインターフェースの設定、MIDI の設定、さらに表示で一覧が表示されます。なんというかな、使い方の本当の基本的な部分っていうのは、こういうので、勉強といいますかね、確認するのがいいかなと思ってます。で、これも同様に。When working with live, most of 字幕が出ますね、日本語字幕が。英語が苦手な人でもこれでだいぶ対応できるかなと思います。プッシュも同様ですね。プッシュ。プッシュもビデオがいろいろあります。まあもちろん、なんと言いますかね、使い方。もう最初の基本的な話なので、機能の使い方的な話が最初といいますか、メインにはなりますが、一応サンプリングテクニックとか、セットアップから詳細なサンプリングテクニックまで、説明してくれているので、こう、なんて言いますかね、ちょっとした謎、問題の解決にはなるんじゃないかなと思います。で、さらに、ラーニングミュージックですね。これ、音楽自体が、よく分かってないって言い方は失礼ですけど、まだよく分かってないんだ、もっと調べたいんだっていう場合もあると思います。この場合はその他からこれですね、ラーニングミュージック。これはどういうものかというとですね、ブラウザ上でエブリトンライブ立ち上げることなく、ブラウザ上でこうボックスをクリックしていって、ビートを作成してみましょうとかですね、サウンドについてなんていうのをいろいろ並べます、学べます。さらにこういう感じですね、ベースラインやメロディ、曲構成、上級トピック、こういうのもありますね。これでまあいろいろ、なんと言いますかね、勉強するって言い方はあんま好きじゃないんですけど、まあ学ぶべきとこは学んで自分のプラスにしてもらえたらいいかなと思いますね。で、もう一つ、問題解決といえば多分これが一番でかいかもしれない。今、ナレッジベースですね。ヘルプを開いて、サポート情報。で、これも少し前まで、英語オンリーだったんですが、だんだんと、日本語化されています。開いても、ちゃんと日本語化されてますね。こういうことですね。ここから、まあ、何て言いますかね、超基本的というか、まああれ、何て言いますかね、まあ、いわゆるよくある質問、FAQ でしたっけ ?FAQ。こういうのありますね。よくあるお客様からのよくあるお問い合わせみたいなやつ。に対して、もうすでに日本語化されていることが多いので、ここから、問題を解決することも可能だと思います。
で、ここですね。一応 URL 貼っておきますが、こんな感じです。help.ableton.com ですね。で、次、フォーラムっていうのもあります。これがですね、ライブの方から行くことが多いんですが、このユーザーフォーラムに参加するってやつですね。ヘルプメニュー、上一覧の、Windows の場合はファイルとか、編集とか並んでるメニュー一覧がありますね。そこから、ユーザーフォーラムに参加するをクリックすると、こういうページが立ち上がります。これに関しては何て言いますかね、いわゆる掲示板なので、ユーザー同士のやり取りみたいなことになるので、日本語化が、追いついていないのが実情です。まあ、残念な、英語が苦手な人からすると、ちょっと敷居が高く感じられてしまうかもしれませんが、まあ、今 Google 翻訳とかも、精度が上がってきているのでそういうものを使うのもありかと思います。 Google Chrome 今 Firefox で見てますけど、 Google Chrome だったら翻訳って右クリックメニューからすると出てくるんでね、Firefox もアドオン、要はその何ていうかプラグインみたいなもので機能を追加することができて、そこで、翻訳プログラムを追加することによって、Firefox でも翻訳システムは使えますね。でもこれがまあざっとライブを学ぶ、プッシュを学ぶ、音楽を学ぶ、まあナレッジベース、FAQ ですね。でさらにユーザー同士のやり取りで、僕こんな状況なんで、こんな環境でこんなトラブルが起きてるんだけどどうしたらいいんだろうみたいなことに対して、いや僕が答えるよみたいな感じで来てくれますね。まあ、これがフォーラムですね。でこれがまあ何て言いますか、問題解決よく使うかもしれない、よく出会ってしまうかも、出会いたくはないんですけどね、まあ問題解決ですね。もう一つインスピレーションの方、まあ、ひらめきです。エイブルトンライブといいますか、まあ、そもそもエイブルトン自体がインスピレーションをこう、なんて言うんですか、大事にするのが理念的な、なんて言うんですかね、哲学的なところがありまして、非常に重要視しているんですね。なので、1から10まで説明してもらいたい人からすると、ちょっと歯がゆい部分が、もしかしたらある、歯がゆい部分を感じている人がいるかもしれませんが、そういう、なんて言いますかね、その手の届かない部分、歯がゆくてもっと知りたいんだけど手が届かないぜっていう場合には、エイブルトン認定トレーナー使ってくださいね。使ってくださいって言い方変ですけど、まあ、僕とかに声をかけてもらえれば、解決できることもありますし、どんどん来てくださいね。そういうの、こういう認定でトレーニング提供機関とかもありますんで、ユーザーグループとかね、コミュニティですね。こんな感じですね。僕もいますからね、ここにね。はい、もうそれはいいとして、何の話でしたっけ？あ、インスピレーションですね。で、ライブを学ぶ。先ほどちょっと見せました動画。ライブを学ぶ、プッシュを学ぶ。で、ワンシングっていうのが、あ、これが、まあ、ライブを学ぶ、プッシュを学ぶが、まあ、動画説明ではありますけど、まあ、さっきちょっと見せしたようにサンプリングのことだったり、セッションビュー、ミキシングのことも書いてますんで、ここから何かひらめきを得ることも、多いと思います。これ確か基本的にそんなに長くないビデオが多いんで、これでも1分半ぐらいですね。ちょこっと見て、ちょこっとひらめきを得るっていうのがいいかなと思います。でさらにもう一つ、今僕が言いたかったのが、こちら、これだ、ワンシングビデオ
これがですね、まあ、なんて言いますか、面白いなと思うんですね。世界中の、まあ、クリエイターといいますか、アーティストが、ちょっとしたコツを紹介してくれますね。これも1分半程度の、短い、ビデオになってます。何か楽器を使って、それをエイブルトンライブをさらに使うことによって、インスピレーションを得るという感じですね。でこれをインスピレーションの元になるといいますか、元にするというか、まあ単純に作曲中、曲作り中の、ノウハウだったり、ハウツーだったりになっていくので、面白いなと思って、僕は思ってるんですね。なので、まあ、気になるものがあったら一個ずつ一個ずつ見てもらってもいいと思います。てか見てもらってもいいとか、これちょっとおすすめですね。まあ、ただ、細かいそのデバイスの使い方に関しては、基礎的な話は全部すっ飛ばしてインスピレーションにし、焦点を当てているので、あまり最初のライブ覚えたいですっていう人からすると、馴染みがちょっと難しいかもしれませんが、非常に有益な、コーナーだと思うので、これちょっとチェックしてみ、知らなかったという人はチェックしてみてくださいね。でさらにメイキングミュージックです。これ本なんですけど、ショップから行けますね。のこれメイキングミュージック、これですね。日本円だと3,800円。Amazon Kindle と Apple iBooks ですの、電子書籍も購入可能です。Amazon だと、あ、これ英語版ですね。日本語版だと、ちょっと待ってくださいね。日本語版は、こっちですね。こっちで。日本語版が、あ、これですね。1200円。日本語版というか日本円が1200円。だ英語文字に関、文字というか中の言語に関しては、あの英語しか、日本語がないので、これはまあちょっと翻訳を進めていただきたいなと切に願いますが、まあこれでも、まあこれ一応僕も持ってるんです、書籍、あの紙の方ですね。非常に、有益といいますか、勉強になることがとても、面白い視点から書かれているので、まあ、興味ある人はこれもぜひぜひチェックしてもらいたいなと思います。だって、まあ、あんまりエイブルトンライブ今日全然使ってないですけど、まあ、こういうエイブルトン公式サイトもちゃんとありますんで、ぜひ、何と言いますかね、活用してもらえればいいかなと思いますね。いかんせん、僕も自覚と言いますか、まあ、あまり認めたくはないところですが、エイブルトンライブの日本語情報が少ないというのは、エイブルトンライブユーザーなら多かれ少なかれ気づいているかと思いますが、これに関しては、まあ、これからコツ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 また動画アップして埋めていきたい、動画やブログで、コンテンツリソースを増やしていきたいと思ってますし、使いづらいことに関してはエイブルトンに直接、おい使いづらいぞと言ってもらえれば、中の人が一生懸命頑張ってもらえくれると思ってますんで、まあ、直接言いづらかったら僕に言ってくれれば、こういうユーザーさんからこういう話来てますよって伝えることぐらいはできますんでね、ぜひもっといい風にユーザーが増えることによって、よりコミュニティが活性化して、結果インスピレーションがよりたくさん生まれることになって、さらに、もっといい結果として、より面白い音楽が、よりいい音楽が世の中に生まれることになるというサイクルが出来上がるんじゃないかなと思ってるので、ぜひぜひエイブルトン公式サイトも使っていただければなと思います。で今日はこんな感じですね。エイブルトン公式サイトの使い方というタイトルでちょっとお話しさせてもらいました。で今日はここまでです。良い音楽ライフを。